えー、この前、あの、正しい、争う夫婦っていうのを書きましてですね、えーまあ、本来なら、まあ、愛を、永遠の愛を誓って結婚するわけですから、そして子供ができ、まあ、子供のために一生懸命夫婦が愛協力して、まあ、かつてなら母親が子供を一生懸命育て、まあ、18歳までですね、18歳から、後の生活の基盤は父親が準備すると。夫も妻もただそれだけに熱中して、家庭は円満であり、 貧乏でも家族は助け合い幸福な人生を送ったわけですね。ところが時代が変わりまして戦争がなくなりましたし男はとにかく見かけ上はぼんやりしていると妻は自分が18歳まで子供を育てる責任をできるだけ多く夫に押し付けようとイクメンというのをすると夫は今度はまたそれに対抗しましてね それで一心同体のはずなのに対抗して、できるだけ少ない生活費を妻に渡して、自分を遊ぼうとすると。こういうことになったわけですね。だから夫婦の間は非常に不信感が満ち満ちておりまして、子供は年金はまあ崩壊するし、消費税は20%になる。就職先はもうない。中国に侵略する。 されるというそういう社会に出ていくことに今なってるわけですねそれでも親はあまり不安に感じてないんですよそれはもう子供の時代のことだから私関係ないわってこういう感じなんですねで、まあ、このことを争う夫婦ということでこの前書いたわけでありますがもう一つ夫婦には問題があるわけですこれがあの正しい夫婦ですね、えー、夫婦が喧嘩するには理由があります 夫と妻は、まあ、当然男性と女性で、まあ、それぞれ生まれも育ちも経験も考え方も、ものに対する積極性も何もかも違うわけですね。まあ、人の意見というのはですね、何にもないところからポカーッと出てくるものではなくて、自分の経験、性格などで決まるわけです。だから、夫婦の意見が一致することはもう私はありえないと思うんですよね。夫婦は最初から意見が違うから、意見を言い合えば喧嘩になるに決まってるわけです。 それは相手の性質が悪いとか、自分と合わないからっていうんではなくて、最初からスプーフになるっていうのは、意見の異なる人と一緒に住むっていうことなんですからね。どう考えたってそうですよ。いや、まあ、人間っていうのは本当に奇妙な生物でですね、頭で考えたことを言うことができるわけですよ、こう私はこう思う。 で、ところがね、自分の頭で考えたことは自分が正しいと思うことなんで、万人が正しいと思うことは違いますよね。これ当たり前なんですけども、まあ、それを理解できないっていうんですか、不思議ですよね。人間は頭で判断するわけですから、自分はこれが正しいと思うけども、相手は別のことを正しいと思うだろうと。意見っていうのはその人の性格とか経験とか、まあ、性別とかそういうもので出てくるんだから。 自分とあまりにも違う環境で育ち、えー、女性と男性だから意見が一致するはずがないと思うのは普通なのに、意見が一致しないんだから相手のこと間違ってる人だってしょうがないんですよね。まあ、学生同士が喧嘩してるのを聞いておりますととても面白いことがあります。ある学生が結束を変えてお前が間違ってるとまあ怒鳴ってるわけですよね。で相手の学生もお前こそ間違ってるそんなことあるかってやってるわけですよ。 二人とも真剣で本当に自分が正しいと思ってるんですよ。嘘じゃないんですね。まあ、そこで私がですね、ちょっとちょちっょとっと、あなた正しい正しいって言ってるけど、正しいっていう根拠は何なのと聞くとね、僕が正しいと思ってますとこう来るわけですね。だけど、君が正しいと思っているってのは分かったけど、それで正しいとはならないよね、と。正しいってことを証明してって言うとですね、ちょっとその学生はまあ、 まだ順調ですから考え込んでしまうわけですね先生に言われてあれ俺が正しいか正しいっておかしいなっていうわけですねつまりその学生は私がそう言うまでですね生まれてこの方ずっと自分で正しいと考えたことは正しいと錯覚してたんですよだから私がですねもし君が正しいと思うことが正しくて他人もまた正しいと思うことが正しいっていうんであれば人口の数だけ正しさがあるじゃないかと 君、あの、ちょっと、あなたのやつが正しいっていうのはちょっと未熟だから、ちょっとお釈迦さんに聞いてきたら、それなら私も納得するけどね、と。こういう、<laughs> お釈迦さんもすでに死んでしまったから聞けません。忘ラ、まあ、そうだね。そしたら正しいこと分かんないじゃないかと。まあ、一応学生に時々そういうことを言ったことが多い、あるんですね。え自分が正しいと思うことが本当に正しければ、このように裁判官はいらないですよね。 一人が死刑だと思えば全員が死刑だと思うはずです。だけどそうじゃないんですね。日常的にあらゆることの意見が違うわけです、人によって。だから自分が正しいと思ったことは自分だけが頼ましいと思ってるだけでおそらく間違ってる。つまり自分以外の他人は違う考えを持っているから、まあ1対、まああの、日本ですと1億、1億2690、 99,999人つまり自分以外は全部違う考えを持ってるわけですから多数決やったら絶対負けちゃうんですよねつまり夫婦喧嘩の原因は自分が正しいと考えてることは正しく相手と意見が違うこと時はは、ね、相手が間違っていると錯覚するという人間の頭脳の欠陥がそのまま現れてるわけですねいやまあ私に言わせれば そんな当たり前のこと分かんなくて自分の意見が正しいって主張するのもおかしいじゃないかとこういう感じなんですね特に夫婦では性質役割日々の生活経験などが全て違うわけですから意見が違う方が正常でありますそれを承知で結婚するわけですからだからまあ夫婦喧嘩をするってうのはまあ本当にバカらしいことなわけですね、まあ、だけども日常的にですね今日はまあカレーライス食べるのか チャーハン食べんのかって揉めた場合はですね、どうするか。まあ、この解決策は次、次回にやろうと思うんですけども、ちゃんと解決策は用意しとかなんといかんわけですね。だって、結婚する時に用意しとかなんといかんんですよ。どうせ我々二人は考えが違う。考えが違ってなぜ結婚するかっていうのも次回にちょっとお話したいんですが、だから考えが違ったときはどうしようじゃないかと。まあ、一応ですね、暗黙の了解取っとかなんといかんわけですね。まあ、いろんな考え方ありますよ。 今日はカレーライス明日はチャーハンにするとかね家で食べるものは全部料理が作る方の勝手にするとかですねそれから財布もまあ結婚したら同じ財布で行くとかね名義はどっちにするとかまあ一応決めとけばいいんだけど、まあ、決めとかなくても暗黙のうちに男女ですからね愛し合ってる男女ですから、まあ、それは片づくんじゃないかと思うんですがまあ 具体的な方法も必要ですから、まあ、次回にちょっとお話をしたいと思うんですが今回はですね夫婦が争うのが最もバらしいつまり夫婦というのは世の中で最も意見の合わない人が <laughs> あのもう四六時中一緒に生活してるわけですから喧嘩にならないはずはないとそういうことですねだから喧嘩したら駄目ですよという意味ですけどね